です。今日は C27 セレナのオイル交換とエレメント交換を行っていきたいと思います。お願いします。さあ、今日ピンクじゃないやん。私今日ピンクじゃないわ。まあとりあえずいらない。うん、そうだね。よいしょ。あ、ごめんなさい。そうこれね。ほっ、ここ2つあります。これ間違えて燃料開けたらな。これも間違える。まあね、横出すのは大概間違えるやね。あの暗いところでな、はい、幅が狭かった分かれ。うん、確かに。これはね、ここ出すね。はい、開いた。だいたいこっちやねんけど、こっちやねん、うん、さんの、うん、ピカピカじゃね。ちょっと起こした方が絶対、うんうん、分かった分かった言うて。まあ、OD だ。はい、日産は結構まあ、うん、このタイプは分かりやすいところにある、うん、真ん中にあったり綺麗、うん、で、障害物がなしで、こっち側と思ったらこっち側やね、うん、あ、ほんまやね。私も一瞬探したもん今そうや、うん、おー、オイルキャップはここです。キャップぐらいちゃうかな、うん、変わってるんだな、うん、だいたいみんな基本こっちやろ。うんうんうん、ほやね、うん、どれも気になるとこですね。なったらおいしょ。まあこんな感じで開けていきまーす来た。よいしょ。よし、こっから入っていって、これは向こう行った方がいいじゃん。最高。向こう行くけど、行こうか、行こうか、こっち側に。ちょっとどけますよ。マジかよ。よいしょ。お、こうでございます。たお、14です。やめてや、そうや、こっちで。そっちに真後ろにおるからね。かかんの、うん、そう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 。おいしょー、こんな感じ。おう、めっちゃギリギリ攻める。もうこっち来てもいい。こっち来てもいい。行こうか。よいしょ。エレメントはどこじゃろ。で、エレメントからね。え、よいしょ。この前から見てこれです。この白いのこれです。ここね、こっから見てね。エレメント結構、うん、うん、ほんまおろしやった方がいいねんけど。ああ、そうなんだ、うん、うんうん、63ね63ね、お前言い忘れてた、うん、今日はどんくらい塗るのか。いや、ちょっとで、ちょっとで。こんな感じ。だから外にこう塗るんじゃなくて、内側に塗って、その量が減ってきたら外に塗ったら。よいしょ。だいたいここ塗ったらね。うん、ここのといつまでだっても垂れてきよう。出た。で、まあ、あの、はい、このちっちゃいタイプなんて2種類あるから、はい、あの短い方の、うん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 、オッケー。ちょっと長いやつと、はい、なんかあるよね。短い、うん、2種類あるから。長さがあるんや。多分こう狭いからやと
あー、そういうこと。綺麗に拭いてもらって、うん、OK。 まあちょっと見にくいから、うん、見にくいから、よいしょ、出てるかな。撮影できるかな。中ちょっと入るわ。よいしょ。ほっ。お。よいしょ。こうやな。その角度だと見にくいな。こっちじゃない。見にくい？これぐらいは。いけたいけた、こんな感じです。こんな感じ。見にくいとこは鏡で見なあかんね。はい。うん、ついた。トルクレンチです。うん、あのエレメント 1.7 です、うん、ちょっときつめ、ちょっときつめ、なんなんでしょうね。いけるかな、どうぞ。いや、うん、トルクレンチが入るかな。いけた、いけてる、うん、いけてる、いけてる、いける、 OK。 ちょっとこれやりにくいね。まあこんな感じでですね、うん、オイルを抜いて、またね、次オイル、うん、抜き終わったところから、どれんな、ごめんなさい、この、うん、これあのあれやん、うんうんうん、こっちが、うん、ネジ山こう切ってる方を先に、ほう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 、めっちゃ切り口みたいな、で回していって、はい、ホンダのなんか純正もこれやったっけ、前やったやつ、これ2000、あ、日産か、うん、あ、前やったやつね、まあこんな感じです、オイル抜いていくわ、はーい、はーい、抜き終わりました。もうほとんど垂れてきませんね。よいしょ、どれ、先の位置ね、うん、まあ日産のええとこは、はい、この二重パッキンになれへんってやつね。なんでここにワッシャがついてるから、向こうにくっつくあれがないんか。そう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 。うん、他のパッキン入れとったらくっつくで。あ、そう。エルグランドもそうやったけど、うん、3.5 やな。だから3.5、35ニュートンやな。35ニュートン。ややこしいね。うん、OK。ややこしいね。結構あのトルクレンチも、うん、うん、何年かに1回は、うん、トルクを調整してもらえんかったら、うん、狂ってる場合がある。おお。怖っ、うん、だから安物とかはあかんと思うね、うん、買い替えた方がいいぐらい、すぐ来ると思う。ああそう、でも分かんないもんね。どうやって来る、まあ、とりあえずこれで下ろして、うん、はい、オイル入れていくわ。オッケー、はーい、下ろしました、うん、とりあえずな、うん、そんなに入れへんっていうのが 4.5 入れたけど、はい、3とか3.5 とかちゃうかな。すごい。分かれへんで。うん。よいしょ。これはゆっくり入れんと溢れてくる。うん、やばいやつ。うん。なんかドボーっと一気に入れたかな、うん。うん。ゆっくりね。まあ溢れてくる。ちょっと溢れてくるところも。うん。落とした方がいいんじゃん。おぶな、うん、オッケー、
1リッター残しぐらいかな。とりあえず3リッターはい入れました、うん、とりあえず3リッター入れて、はい、様子見んねんけど、うん、このオイルを抜いた時に、うん、あのポタポタっていつまでも垂れてくるやつあり、うん、あれって結構下がるのが遅い、うん、長めにそうそうそう、だからエンジンかけてちょっと量見るのも、うん、すぐ見るんじゃなくてちょっと置いてから、うん、おこれぐらいから、うん、まあ、もうちょっとは入らないへえ。3.5 ぐらいかな。 3.5 入れへんかな。さっきにはできなかった残念やけど5回ぐらいやらしてなんかやんねん言ってうん。めっちゃ増えてる、うん、これでまあエレメント入って、うん、まあちょっと時間置いて、うん、ちょうどぐらいかな。そうかな。まあまあエンジンかけて、うん、はい、エンジンかけて回していきまーす。30分ぐらい。はい、30分ぐらいですかね、経ちました。あ、そうだね。よいしょ。さあ反射。ああ、うん、降りてた。あ、ごめんなさい。うん、バッチリ。こいつ見にくい。そうね。こいつ見にくい。ちょっと入り込んで、うん、こう行こうか。いや、無理やな。ほら、はい、自分で。行く？痛い。自分で出たじゃん。ちょっと待ってよ。いや、いいよ、これぐらいで。あ、こう、うん、こんな感じ、ここね、うん、皆さん、オッケー、漏れてませんおいしょ。結構多分下がれへんから、はい、タバコ一本吸おうか。うっそ、マジで、オッケーはーい、うん、まあ、10分ぐらい、うん、だったねほっ、たらーん、ここ半分ぐらいな。うん、もうちょいいるかな。まあもうちょっと待って、はい、うん、ちょっとじゃあね、調節していって、だからまあこれまま入れるんやったら、はい、あと 0.2 ぐらいから 3.5、うん、3.7 ぐらいかな。結構ね、78、オイルだけやったら多分 3.5 かもかなし、うんうんうん、エレメント変えて 3.7、うん、ぐらいかな、ぐらいかな、うん、まあこんな感じ。最終の調整。せやね、うん。うん。最終、お客さんに渡すときは調整して。まあこんな感じでですね。C27 セレナかの、オイル交換とエレメント交換を行っていきました。めちゃくちゃ走ってるからね、皆さんよかったら作業の参考にしてみてください。では、いいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。